まだあと1ヶ月。マジか、だって。マジか。え、早っ。卒業まであと1ヶ月ということでね。そう、なんか11月に卒業発表してから1ヶ月が経った時は、卒業発表から1ヶ月経ちましたってツイートして、その時はまだね、みんな1234、まだ4月までさ、よく4月、4ヶ月あるってなってたけど、もうあっという間に3月終わって、もう4月になるから、いや本当に12123ね、卒業発表してからもう4ヶ月経って、じゃまだ1ヶ月いるっていう。そう、結構いっちゃうんですけれども、本当にね、最後の最後まで皆さんと楽しんでいけたらよろしくお願いします。いつまでもいちゃってくださいだって。いや、もういつまでもはいません。もう1ヶ月で、本当に1ヶ月で卒業します。もう自分は AKB48 ではもうね、あともうやりたいなってことはもう本当にないので、通常公演 AKB の僕の太陽公演と、もし通常公演出れるんだったらと、あとチーム8 10周年と、そうぐらい、あと卒業公演ぐらいかな、もうあとやりたいなみたいなことは。なので、そう、ちょっと最後の最後までよろしくお願いします。通常公演もでもいつ出れるか分かんないんですけど、通常公演まだ僕隊は、でももうほんと僕隊あと数えるほどしか出ないので、そうですね、もういつか分かんないけど、よろしくお願いします。こんにちは、 JKT48 です。初めて、あ、 JKT、 イエイ 初めて発見したのはショールームで焼肉の歌を歌っている時。いつだろう、焼肉の歌を歌ってたの。結構前だね。今からゆいゆいオンライン話会行ってきますだって。お、いってらっしゃい。みんなオンラインお話会。今日暇なのだって。いや、今日は練習してきました。ソロライブの練習して、いろいろ準備するためのいろいろ買ってきました。たまごっちかわいい。そう、もう夏からずっといる、そこに。ソロライブ楽しみだね。だって楽しみ、本当に楽しみです。本当に一番近いイベント、ソロライブ。そうだね、一番近いイベントはソロライブです。あと、ほんとマジで1週間と少しだから、まあっという間に来ちゃうと思うんだけど、皆さんお代理サイタルどうですか？
皆さん。楽しみにしてる。ぜひぜひ。2つとも当たった。そう、今回は AKB のメンバーとして最後のソロライブだから、結構 AKB の曲多めにセットリストに入れ込みました。なのでぜひ分ける方は分いていただき、コールなどもぜひしていただけたら嬉しいなと思います。まだチケットあるの？そう、なんかさ、一般販売が別の間にか始まってて、そう、結構もう始まって1週間ぐらいだったんですけど、全然気づいてなくて一般販売してたことに。だから皆さんぜひ待ってます。もう販売してなかったって、え、終わっちゃった販売、一般も、え、待って、やばいって。エリでもまた多分あると思います。期間がもう終わっちゃってた、受付終了しちゃってた、やばいやばいやばい。いや、多分売り切れとかじゃないと思います。売り切れなわけがない。うん、多分期間、うん、売り切れなわけがない。もうちょっとだって、一般終わった次の日に告知受けた。だってそう、受付期間、え、やばい。え、私もう全然宣伝できてない。ちょっと聞いてみよう。ゲルワシュグッズはできた？できました。まだ実物は見てないけど、写真で送られてきてる。予定枚数終了、え、嘘だ、それはない、それは絶対ない。多分期間が終わった。今回はあのグッズはあのいつもと違うところに作っていただきました。いつもと違う会社の方に作っていただいたので、そう、ちょっと違うテイストかわかんないけど、そう、でもグッズの種類はあの T シャツとペンライトと、あとペンライトと、なんだっけ、アクキーとシール、ステッカー、あのね、 T シャツは、うん、T シャツで、ペンライトは私がデザインしたあの渋めの、もう本当にマジで私のことが好きな人しか使えないような渋めのペンライトで、もうちゃんとあの立体形のやつ、あの棒じゃなくて、なんかもうちゃんと立体の、立体っていうか立体ではないけど、まあ、平面なんだけど、あのやつで、あとアクリルキースーター、アクリルキーホルダーだ、アクリルキーホルダーはあのアクリルスタンドをいつも作ってたんだけど、なんかアクリルスタンドってもうグッズでも流通しすぎちゃって、そう、前にアクリルスタンド、一番最初のライブの時にアクリルスタンド作った時は
結構グッズにあんまりアクリルスタンドがなかったから作ってみたいなっていうのがあって、でそれで喜んでくれたから、まあ、次も作ってみようみたいな感じでどんどんやってたけど、もう結構アクリルスタンドがもう増えちゃったから、あのグッズで、そうだからアクリルキーホルダーにしました今回は。あのバッグとかにあのぶら下げられる系の、そうアクスタはねもう溢れかえちゃってますよね、みんな。そうだからアクリルキーホルダーにしました。うん、かっこ実写、かっこ実写のアクリルキーホルダー。うん、であとステッカーは私の、顔面かっこ実写のステッカー、結構ハガキサイズだからちっちゃめで、なんかぜひよろしくお願いしますって感じです。はい、はがきサイズ大きい、いや1枚じゃなくて、あの結構何種類かをパッ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 パって、そのはがきサイズに何種類かをあの詰めてるって感じです。そう、オンラインで販売ありますか？だってオンラインで販売はちょっと聞いてないけど、聞いてみます。うん、等身大抱き枕ないのだって一生作んないと思います、それは。一生作りません。何があっても絶対作りません。ヘビーローテーション歌ってみてくださいって。いや、ただでは歌えません。お願いするときは、人にやっぱお願いするときは、それなりになんかね、なんかね、うん、そう、なんか、うん、一発ギャグやるとかね、なんか一芸披露するとかしてくれないとこっちもできません。こんにちは、インドネシアから来ました、テレマカシー、テレマカシー。今日はめちゃくちゃガチャガチャしました。ガチャガチャするために現金がなくて1万円札しかなかった。最初1000円と結構いっぱい小銭あったんだけど、もう使い切っちゃって1万円しかなかった。でも1万円は両替機で使えなかったから、やばいって思って、やばいガチャガチャしたいって、もっとしたいって、もうもっとしたいってなって、ギター楽器屋さんでギターのストラップ新しいの買って、それが結構4000円ぐらいだったから、それで4000円とあと電池も買って崩せて、でそれで両替してガチャガチャいっぱいした。そう、もうガチャガチャ祭り、今日でガチャガチャで4000円ぐらい使いました。後でメールで送ります。
もうお金なくなっちゃうよっていつもつぶやきながらお金使ってます。お金なくなっちゃうよって言うんです。ガチャガチャやるの人の目気にするだって全く気にしない。マジで全く気にしません。人の目気にしないよ、ガチャガチャで。でも出ろ出ろって思うと出ない。無欲の方が人はいいんですよ。だからもう無心でこうやって回してます。400円入れて回して出て、あ違うってなって開けて、ガチャガチャこうやって入れて、あ無欲でまた200円入れて、こうやってガチャガチャこうやってやって、無欲でもう全部機械の作業のように。うん、星の出ました。なんか5種類あったんですけど8回目で出た。え、途中まで 1,2,3,4 を全部違うのが出たんですよ。え、あと1個出ろ出ろってなったらまたダブって、でダブって、7回目で出たんだ。4個連続違うの出て、ダブってダブって出たんだ。なんか歌舞伎のメイクした猫のフィギュアなんですけど、それが欲しくて可愛くて、それが欲しすぎたんですけど、それが出るまでに7回やった。であとなんかジョジョの奇妙な物語のなんかスタンドみたいな、めっちゃいいのがあってね。なんかすごいジョジョあんま知らんけど、ジョジョのガチャガチャとかもした。あなたはインドネシア語を話せませんって来たんだけど。え？ちょっと決めつけないで。ひどい。なんでそんな断言すんの？何も知らないくせに。テレマカシー。お代理サイタルでガチャガチャ設置してよ。いいね。私のチェキが入ったガチャガチャ、私のチェキが入ったガチャガチャ、チェキ入りと、あと何しようかな、チェキと全部チェキでいいか。で1回2,000円1回回すのに2,000円で全部チェキ。でもチェキのさ、これチェキのあれがさ売ってないんですよね今。チェキってすごいなんか今貴重なものらしくて、なんかないんだよね。売ってないから買えないんです。チェキのこれが、これフィルム？そう。あ、わかった。チェキとチェキ、あじゃあ一回500円とかしてあげる。チェキ一個とこうやって回して。チェキと私のソロチェキと
一緒に撮れる券にしようでしようとかって言って、こんなできるか知らんけど、あのチェキ権利券とチェキとツーショット、それを私の誕生日会でする、どうかな。やだ、なんかハズレとかあるのさ、なんかハズレはハズレでも何かを持ってほしい。なんか自分は本当空気だけは嫌な、あの本当に何か何でもいいから、消しカスとか練り消しとかでもいいからなんか もらってほしい。うん、あ、でも一応ピンポン玉もチェキあるか。消しカスはなんかショックだわだって。え、私が文字書いて、あの消しゴムで消した消しカスですよ。私が鉛筆で文字や絵を描いて、それを自分の消しゴムでこうやって消し消ししたやつの消しカスですよ。え？これもらいたくないですか？なんか合わないな、なんか合わない、うん、なんか方向性の違いがすごい、エリちゃんとラーメン食べる件だって。それはもう10万円ぐらい、もうほんとそれだけはもうほんと15万とかになっちゃいますけど、はい、写真集何冊買えばいいですか？いいですかって、もうダメだ、日本語も読めなくなってきた。写真集何冊買えばいいですか？100冊です。100 You buy エリナズ写真集100。
ネイティブすぎて分かんないで、ごめんごめん。最近、つい最近までインドネシアに留学してたから、ちょっと英語うますぎてごめんね、本当に。そう、最近パソコンケースをね見てるんですよ。パソコンをまず、使ってないんですけど、今年一回もマジで開いてなくて。でもなんか今日スタバに行った時にみんなパソコンいじってていいなって思って、私もパソコン持ち歩いてスタバでやろうって思って。でもスタバが入るバッグじゃなくて、パソコンが入るバッグがなくて、自分はだから紙袋とかに入れるしかないけど、でもそれはパソコンケースが欲しいなって思って、キーボードめっちゃ叩く人いるよねなって。え、そんな観察、そこまで観察してないんですけど、今パソコンケースが欲しくてネットとかで見てます。スタバでパソコン出す勇気ないです。え、わかる。自分も絶対スタバでパソコン出すときこうやって周り見ながらちょっとで笑っちゃうかも。出すときスタバでは、スターバックスラテと、あと桜シフォンケーキを食しました。で、桜シフォンケーキ、桜味が結構自分こう見えて大好きで、結構桜味を結構今年の春は食したいなと思うんですけれども、まず手始めにスタバの桜シフォンケーキからいただきまして、とても美味しくて、なんか長い、なんかすごい、なんかみんなパソコンをいじってる人しかいない席があって、そこに私も乱入させていただいて、空いてたので、自分パソコン持ってないけど、まあ、いっかと思って、座らせていただきました。飲んだらすぐ出ないよ、だって。え、飲んだらすぐ出ましたよ、私はちゃんと。でもさ、この前さ、インドネシアでさ、こちらのタンブラーを買ったんですけど、これはどうしたらいいんですか。これをこうやって持ってって、スターバックスラテ頂戴しますって言ったら心に入れてくれる系ですか。そうそう、だって本当何にでも入れてくれる。これ可愛くない？ちょっと反射するからあんま見せられないけど、可愛いんですか、このシャラシャラが。そう、タンブラー可愛くて買っちゃった。なんかスタバのタンブラーとかコップってマジで可愛いよね。なんか中国のファンの方から、なんかの絵と、ウサギの絵との時かな、ウサギのコップいただいたんですけど、なんか新年明けましておめでとうございますみたいなデザインの、めっちゃ可愛くて。お気に入り、スタバのタンブラーとかコップとかめっちゃ可愛い。でもいつも買わないんです。なんかでもこれはインドネシア限定なのかな、日本ではでも見たことない気もするけど、わかんない、あんまり見てないからあれだけど。会社の上司もスタバのタンブラーで飲んでいるみたいです。でも多いですよね。なんか私の今日スタバで前に座ってたおじさまもタンブラーで飲んでた。
スタバで勉強したことないよ。そう、一人でスタバ行けます？全然行ける。高校生の時から全然一人でスタバ行ってた。一人で入ったことないって。入ってみて。ラーメン食べてない。初見です。初見さんいらっしゃい。あのインドネシアでもスタバ飲みました。スターバックスラテ。喫茶店って行きます？行きます。先月も行きました。純喫茶みたいなとこ一人で。喫茶店はね、結構行ったことあるよ。そんな行ったことないけど行ったことあります。結構家に帰りたくないとき喫茶店行きます。家に帰りたくないときがないわ、マジで。常に家に帰りたい。結婚したらあるようだね。そうなんだ。家に帰りたくないってある。僕も、ん？結婚したらあるね。だって、そうなんだ。本当に結婚って幸せなの？だってまあ人それぞれですから。結婚してなくても自信持て。ゲーミングモニター決めた。だって決めてない。ゲーム配信したいよ。写
新州の時に動画は結構撮ったんですけど、動画編集がね、何のゲームやるんだって。ファイナルファンタジーとか龍が如くとかいろいろやりたいです。 Apex はもうなんか最近なんか世の中であんまりいるのかな。編集自分でするのだって、なんか人に編集されたものを世に出すよりか自分でこうしたいしたいっていうやつをやってもらってやりたい。8番出口待ってる。だってそうだよ、8番出口ちゃんと配信のためにやってないんだからね。ダウンロードしたけど、お スイカゲームもね、携帯に入れてる。じゃあ今日の配信はこれで終わろうかな。みんなありがとう、見てくれてありがとう。じゃあおランキング行きて唐突、いつも唐突なんです。なんかもう終わろうって思ったら終わっちゃうんです。配信こういう感じで今までやらせてもらってます。では最後におランキングいきたいと思います。13位カズ、12位ラピス、11位ファデル、10位ナカケン、9位マコピ、8位ミヤちゃん、7位キヨ、6位ショータと代理しかかたん、5位マーアとダシ、4位ナッシングアット千葉県民、3位マカシアとダシ、そして2位ユユユユ、そして1位はワタアメ。ありがとうありがとうございます。ということで見てくれてありがとう。バイバイ。